皆さんはオーケストラがいろいろな楽器のいろいろな音の組み合わさった複雑な音楽の形だということを知っていますね。しかしよく耳を澄ますと、一つ一つの楽器は皆特徴のある音を持っているんですよ。例えば木管楽器のフルートは、フルート君ちょっと出てきて、次にピッコロ君、二人で合わせて木管楽器の仲間、次はオーボーです。イングリッシュホルン、オーボーと合わせると次はおなじみのクラリネット、バスクラリネットというのもあります。はい、二人で、おっと、つられて出てきたのはファゴット君でした。それからコントラファゴット君、相変わらず面白い音だね。いやご苦労様、これで木管楽器はおしまい。次は何にしようかな。ほうほう、トランペットがチーチーミュートという弱音器をつけて出てきました。では金管楽器トランペットの音を聞きましょう。高い勇ましい音を出すトランペットも弱音器をつけると随分変わった音になるんですね。チーチーミュートのほかに、そう、ストレートミュートは、カップミュートをつけてみて、ワーワーミュートは、次は、おやおや、トランペット君、口の部分のマウスピースだけでご挨拶しましたよ。では君たちの普通の音も聞かせてくれないか。金管楽器の仲間、次は長い管をぐるぐる巻いたホルンです。ホルン君のミュートは、なるほどね。おや、次にトロンボーンがやってきましたよ。トロンボーンのミュートは、ふふん、チーチーミュートだな。それからストレートミュート、これがカップミュート、ワーワーミュート、こんな音も出るんだな。じゃあトロンボーン君の普通の音を聞かせてくれたまえ。金管楽器の最後は大きなチューバです。低い音ですね。さて今度は打楽器のグループ。おや、ずらりと並んでいますよ。それでは行進してもらいましょう。先頭はティンパニです。シンバル、トムトム、小太鼓、木琴の中のマリンバ、そしてシロフォン、これは鉄琴です。コンガ、ボンゴ、拍子木です。ギロ、カウベルだな。
奏、タンブリン、ドラ。打楽器が終わりました。ここで鍵盤楽器のチェレスタ君、どうぞ。木管、金管、打楽器と、あとは弦楽器だな。おーい、ハープくん、ご挨拶ご挨拶。さて続いてバイオリン。みんなでビオラ、はい、大勢で。次はチェロ、全員で。楽器紹介の一番最後はコントラバスです。どうです皆さん、画家がいろいろな絵の具を混ぜて絵を描くように、作曲家はこういう楽器を組み合わせてオーケストラの音楽を作り上げるのです。さあ、それでは音楽を聴きましょう。これは広々としたアフリカのジャングルのお話です。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.